自画像イワン・ニコラーイエビチクラムスコイ1887年3月24日は、ロシアの画家、美術評論家。1860年から約20年にわたって、移動派の知的、精神的な指導者であり続けた。ロシア南部、オストロゴシスクの貧しい小市民階級の出身。 1857年から1863年までサンクトペテルブルクの帝国芸術アカデミーに学んだ。しかし、そこでイタリアを思考の芸術対象とする完成美術に反発し、14人の反乱の首謀者としてアカデミーから奉公処分に付された。クラムスコイはその仲間と共に美術家組合を組織し、バシリエフスキー島にその事務所とアトリエを設けて、 創作活動に阻止んだ。見知らぬ女八8 6 0年代のアレクサンドル一世による大改革の時代には、ロシア各地より様々な階層の美術青年が帝国美術アカデミーに集まったが、14人の反乱とはロシアにおける実生活とアカデミーの高尚な教授法との間で生じた喧嘩、帰りが原因で起こった芸術上の路線対立であった。ロシア人が 美術の世界で独立独歩する時代がようやく来ているのです。外国のムつきを脱ぎ捨てるべき時代なのです。クラムスコイはこのように述べて夏は純ドシア的な風俗画を描き、冬には歴史画の対策に取り組んだ。帝政ロシアの民主化を求める革命家の理想に感化されたクラムスコイは芸術家が公共に対して高媒な義務を持つこと、写実主義の原理。 倫理的な内容及び芸術における民族性について自らの意見を具体的に発信していった。クラムスコイは移動展覧会協会の主要な創設メンバーの一人となり、その理想主義に共鳴したリーダーであった。クラムスコイはまた画家についてその役割を預言者であり、人々の前に鏡を置き、その鏡を見て彼らを不安にさせる使命を持つという意見を持っていた。 荒野のイエス・キリスト・クラムスコイは、1863年から1868年まで、実用芸術奨励協会、絵画教室の教員となっている。また、画廊を設けて、ロシアで著名な作家や、知識人、芸術家など、公人の肖像画を展示した。クラムスコイの肖像画として知られるのが、1873年作の、レフトルストイ像及び、イワン・シー・シュキン像。 1876年作のパーベルトレチャコフ像、1879年のミハイル・サルトイコフ・シチェトリン像を並びに1880年のセルゲイ・ボトキン像である。これらの人物作品ではシンプルながら味わい深い構図の見ようと図像そのものの明快さが心理学的な深い洞察を支える支柱となっている。また、クラムスコイにおける平等を思考する目線は、 庶民の描写に輝きを見出し、描き出された庶民の肖像は、民衆における個人の実直さという持ち味とその内面的な美しさが映し出されている。クラムスコイの代表作として名高い作品が、荒野のイエス・キリストである。クラムスコイは、アレクサンドル・イワーノフの人道主義の伝統を持続させつつ、倫理的、哲学的な考えによって、宗教的な思考を取り扱っている。 イエス・キリストの経験を非常に心理学的かつ決定的に、すなわち英雄的な自己犠牲という観念として解釈しているのである。クラムスコイはイデオロギー的な視覚芸術を一層誤示しようと願って人物肖像画と主題性のある絵画作品との境界線上にある美術の創出に尽力した。例えば最後の歌の頃のネクラー・ソフ、見知らぬ女。 やるせない悲しみなどといった作品がそれである。それぞれの絵ごとに異なるのは複雑で偽らざる衝動、人物そのもの、そして運命というものをいかに表現するかという関心である。美術における民主的思考や美に関する鋭い判断、そしてまた客観的かつ公的な芸術の評価基準についての クラムスコイの粘り強い探求心は19世紀後半のロシアにおける民主的芸術や芸術理念の展開に根本的な影響を与えたのである。ありがとうございます。